はい、じゃあ、亀岡です。今日はですね、3月ですよ、いよいよね、3月相場入りってことで、もう皆さんのね、利益は、もう2、3日ぐらい前からですね、もう3月の利益として、計上されることになっていると思うんですけどね、株式投資の。もう日付もですね、いよいよ3月1日ということでね、金曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感と、気になる金融と経済とビジネスの動きですね。それから注目、今日は3銘柄かな、材料が出た順にですね、明日動くかもしれないということでご紹介していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そう、昨日の動画でですね、そう、ちょうどウルード氏なんですよね。今日は、だから29日ということで、4年に一度のですね、巡り合わせということでね、本当はね、皆さんと会えなかったかもしれない、そんな29日、まだ言うかということなんですけどね、29日ということになってるんですけどね、この動画はですね、いつも、翌日ですね、明日の内容を伝えてますので、いつもですね、その1日、そんなですかね、未来のことを話してます。だ今日であれば、3月の1日ですね、っていうその暦のですね、読み方になっていますので、その点はね、ご了承くださいということになってます。で、もう海外投資家はですね、7週ぶりにですね、売り越してきています。その辺についてはね、ちょっと今日は述べません。そんなに大きな額売り越してきてるわけじゃないので、あのぐらいの売り越しだとね、むしろ、ほとんど、変化なしと言ってもいいんじゃないかなと思いますので、それ以外のですね、金融と経済の動きをちょっとね、深掘りしていこうと思っていますので、よろしくお願いします。で、日経平均はですね、今日は小幅続落ですね。底堅いね、動きですよね。一時、プラス圏に戻したんですよね。僕が朝見たときはね、150円ぐらいから朝始まりまして、一旦250円ぐらいまで下がりました。そこからですね、午後にかけてスルスルと、株価をね、日経平均戻しまして、プラス50円ぐらいまでいったのかなと思っています。でも終わりでですね、マイナス30円ぐらいで取引を終了したということで、上がりたい勢力とですね、上がれってね、上がるぞーってことと、下がりたい勢力ですね、下がるぞーみたいな、行くぞーみたいな形ね、そんな勢力が今のところ今日は1日だけを見ると、拮抗しているような感じですね。下がっていくところは、3月末配当も含めてね、押し目なしと相場では言われますけども、買っていきたいという勢力がいるんでしょう。このあたりがちょうどね、川中島のね、第4次合戦のように今、拮抗しているそういった状態ですね。川中島のね、第4次は確か遭遇戦だったとも言われてますけどね、互いにですね、霧の中を行ったり来たりとかね、軍を動かしていたら、いきなりですね、目の前に突如として、上杉軍が現れてしまって、上杉軍もですね、まさかここにですよ、武田軍がいるとは思ってなかったので、急にですね、混戦に入ってしまった。だからあれだけの死者とかね、が出たんじゃないかと言われていますよね。そういった意味では、そのような形で、両軍、入り乱れて、今のところ、今日の一日だけを見るとね、まだどっちに行っていいかわからないという状況なんじゃないかなと思ってます。というところで、それからじゃあね、今後、その株価のですね、日経平均占うですね、何か材料とかニュースが出てないのかっていうのをね、見ていこうと思うんですが、良い材料というかね、僕はね、損保4社、政策保有株ゼロすぐやってきますよと、このチャンネルで話しましたよね。もう、これはですね、国の方針に逆らわないだろうと、逆らわない方がいいだろうとですね、逆らうとね、何されるかわからないですし、ちょっと負い目を感じてるんですよね、今、損保はね、いわゆる政策保有株、わかりやすく言うと、談合ではないですけどね、自分たちの保有するね、先の、いわゆるそういった損保だから、保険とかね、そういったものを優遇するっていう処置ですよね。これで、ビッグモーターですね、が不祥事として発覚したわけですよね。ビッグモーターは上場してなかったからいいですけども、他のね、上場してる会社と、いわゆるね、談合システムみたいな形で目に見えないですね。やってると、負の温床になりますよね。不正の温床になるということで、国がそこにね、指導をしたと。で、これは早々にやってくるだろうと。その開始をね。そしたらもうすぐにですね、実際にですね、6兆円規模の改善計画と、売却方針ですね、市場に売り出すということになるんですかね、をやってくるということを発表しました。おそらくこれ損保やってきますので、その時またね、話しましたけど、政府も続くと思いますね。こういった形で、過去70年間に続いてですね、日本の株式市場を覆っていたですね、
この政策保有株のですね、分かりやすく言うと、日本流のやり方ですよね。これが解消されていくんじゃないかなと。で、これが海外投資家から見て、プラスなのかマイナスなのかというところですよね。僕はプラスにね、とらわれるんじゃないかなと思っています。開かれた株式市場、より民主主義的なですね、公平な株式市場ということになってくると思いますので、海外投資家がね、入ってきて、来る余地になってくればですね、株高につながっていく可能性もあるんじゃないかなと思います。一度放出された、株価についてはね、多少の調整下落のリスクはありますけども、段階的に売っていくってことを発表していますし、先々のことを考えればね、いいんじゃないかなとは思っています。あとはね、青空銀行株ですね。こちらは今日ですね、大きく上昇したんですね。急上昇ですよね。これはですね、旧村上系のファンドがですね、5%以上の保有をしたということで、発表が、あったわけですよ。で、これによってですね、思惑買いですよね。村上系のファンドが買っているということは、今後配当をね、迫るであったりとか、何かしらのですね、株価浮揚のためですね、発言をしてくるんじゃないかと。物言う投資家ですからね、アクティビストということになります。実際にはね、このシティインディックスイレブンズかというですね、投資系会社をですね、外資のですね、経由して買ったということになっているんですけども、こちらですね、シティインデックスイレブンズですね、5.42%を保有をしたということで、5%ルールという形でね、大量保有をすると、発表しないといけない、公示をしないといけないというルールがありますので、これによってですね、旧村上ファンドが、のね、息がかかった、ところが買ったんであれば、今後はですね、株高につながるような要請があるんじゃないかということで、今日、9%の上昇ですね。一時、2950円近くまで上がったんですが、この辺でね、売られて、調整が入ったと。本当はね、もうちょっと押したらですね、2000を下回ったところで買おうかな、みたいな形で、僕はね、ワニさん戦略っていうんですよね。この下を下回ったところで買おうと思って待ち構えていたんですよね、実は青空銀行ね。一時的な、不祥事はありましたけども、長い目で見ればね、株が回復してもおかしくはないなと思っていましたし、別にね、何か、財務的なですね、大きな、負債を抱えたというわけではないのでね、あくまで一時的な赤字と、その戦略のね、失敗によるですね、と思ったので、ここはね、買いたかったんですが、2000円を割れる前に上がっちゃったのでね、綺麗にね、この2000円がサポートラインになっちゃったんですよね。だから買えなかったと。で、この辺で迷ったんですよ。買おうかな、みたいなね。どうしようかな、みたいなね。銀行系も、来そうだったし、みたいな形で、そうしたらね、今日アクティビストのね、動きが発表されて、ズドンといっちゃったので、いや、こっから買うかっていうとどうですかね。まだ上がる可能性ありますけども、3200円ぐらいまではね。ちょっとなんか、高値掴みも嫌だしね、この材料がディスクしたらまた下がってくる可能性もあるのでね、僕の場合はですよ、あくまでね、忖度なしに話すと、もうここまで上がっちゃったらちょっと買わないでしょうね、僕の場合はですよ。皆さんは別にね、自由にいい戦略を練ってね、それ以外のコンテンツとかも見聞きしながら考えればいいと思うんですけども、あくまで僕のポジショントークとして考えると、材料ディスクしてね、今回はこの材料で上がりましたけども、またこの開いた窓を埋めて下がってくる可能性もあるんじゃないかなと思ってますからね。本当にそれを交換してね、本当にだったらこれで最高だぜ、みたいな形でね、ディズニーシーの亀さんのように思って買ってるんだったら、これ以上下がることはないですけどもね、なんか思惑で、色気を出してね、買ってる投資家が、もしかしたら途中で投げちゃう可能性もありますので、そうなってくるとね、この窓を埋めて下がってくる可能性もあるんじゃないかなと僕的には思ってます。どちらにしても埋めて下がってこなければ買わないってことですよ。別にね、買わないといけないってわけじゃないですから、とは思ってますね。で、それ以外にもですね、いろいろ金融とか経済の動きを見ていこうと思うんですが、その前にですね、今、リンクでですね、最近は毎朝ですね、X を投稿しています。そのリンクを貼ってあります。で、米国株とかですね、為替、それからね、株式投資ので、かつ投資家になるためのですね、勉強法とか読書術ですね、こういったものをですね、文字情報としてお届けしています。で、毎朝お届けしていますので、興味がある方はね、ぜひ備考欄のリンクからですね、フォローしてもらえたら、この動画もですね、より理解が深まるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということでね、日経平均ちょっと振り返っていこうかなと思うんですが、マイナス41円安でしたね。だからちょっとね、午後にかけて急反発して上がったと。
で、陽線で終わってますね。陰線、陰線、陰線できて陽線で終わるって形なので、どうですかね。まあ、こっから上がっていくのかな。先物がちょっとプラスに転じていますのでね。まあ、上がっていくか。まあ、配当がありますからね。今、状況ですね。まあ、これぐらいの調整で終わって上がっていくんだったら、相当日本株、やはり強いと言わざるを得ないですけどね。普通だったらね、このぐらい調整しますから、大体、日柄調整に入るとね。少なくとも、まあ、3週間は調整するところ、3日、4日ってことになりますからね。まあ、上がりたくてしょうがないということになりますね。で、39,166円で取引を終えていますね。トピックスは今日プラスなんですよね。だ僕の持ち株はね、まあ、プラスだったかな。まあ、午前中プラスなんで、ちょっと午後見れてないので、あれですけども、まあ、割安とかバリューとか高配当株は、まあ、これだけを見ると、まあ、やや、もちろん循環をしながらね、上がってると。昨日上がった地銀は今日売られてるんじゃないかなと思ってます。うん、僕のニュースとかね、感覚的にですよ、見る限りですね。まあ、全てではないですけどね、という形になってますね。まあ、こういった点は循環循環でいきますから、最終的に勝利をつかめばいいんじゃないかなと思ってます。皆さんは皆さんなりのですよ。うん、そのね、長い、まあ長いって言ってもまあ1年からないし2年ぐらいですかね、のスパンで戦っていくのが個人投資家がいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、デイトレーダーとかスイングトレーダーは別ですよ。まあ僕のチャンネルの視聴者の中でまあ1割ぐらいじゃないですか。デイトレ、スイングトレーはね。ほとんどがまあ副業トレーダーのだと思いますので、まあ1年から2年スパンぐらいで考えるのがまあ楽ですよ。うん、日頃ね、せわせわそわそわしなくてね、ワクワクも良くないんですよ。僕はもう株式投資でワクワクもしないですからね。感情が一切微動だにしないですよ。揺れ動かないと、うん、だ無なんですよ、本当に無。うん、この間もね、あるメディアさんの取材でね、話したんですけども、だからその無なので全く感情動かないんですよね、と。だからなんで会社経営やってるんですか、上岡さんって、そうその時言われたんですよね。で、会社経営は、無じゃいられないんですよね、と。朝緊張ね、会社経営大丈夫かな、とかね、人入れてちゃんと座ってるかな、とかね、売り上げが下がってくればね、やばいな、来年に向けてちょっと頑張らないといけないな、という形で、夜中で目が覚めたりとか、焦ったりとか、まあ、緊張されるとか、未だにしますよ、するんですよね。でこれはやっぱり感情の浮き沈みがあるから生きてるって感覚が会社経営はあるんですよね。一方で株式投資は焦りとか迷いとか、まあその喜怒哀楽が一切実はないんですよ。このチャンネルではね、あえて話してますけど、ワクワクもしないんですよね。あ、今日今年だからね、まあ4000万稼げたなとかね、あ、今日1日で300万稼げたな、無なんですよ、無。だからそこに喜怒哀楽がないので、やってても生きてるって感覚が正直ないです。もうだからもう義務でやってるとは言わないですけども、25年間ずっとやってるので、まあ目の前でね、まあ、お金が稼げるんだったら稼げるようにしたことはないので、まあその習慣でやってる、ルーティンでやってるっていう感じですよね。うん、だから、ファイアできないですよね。そしたら自分って多分廃人になっちゃうと思うんですよ。うん、生きてるって感覚はないのでね。だから会社経営やってるんでしょうっていうことをね、まあ言語化したんですよ。取材された時にね。でも確かにその通りだなと思いました。会社経営やってる時の方が生きてるっていう感覚がありますね。だから辞めないと。うん、これがまあ僕のね、なぜファイアをしないのかっていうですね、まあ、最大の理由ですね。うん、ただですよ、これ大事なんですけど、そのぐらいね、本当に無なんですよ。だから絶対に負けないんですよね。これはある程度10年以上やってる株式投資のね、まあベテランとか、まあそういった域に達してる人だったら、だから上岡さん絶対負けないだろうなって思うんですよね。思うはずなんですよ。もう無なので、ワクワクの和もないですよ。和もないんですよね。無、完全な無の境地なので、まあ絶対負けないでしょうね。今後の先もとは思っています。まあこれはね、またちょっと週末動画でね、その理由については話していきたいなと思ってますが、そういったものなんですね。株式投資というものはね、うん。引けば引く。押せば引く。うん。引けば押すみたいな、そういった、まあ、感覚ですよ。うん、まあ、宮本武蔵の境地になったら株式投資は勝てますね。五輪の書のね。うん、ちょっと難しくなっちゃったのでね、次々行こうと思うんですが、だからトピックスはね、まあ、僕の持ち株は上がってたんじゃないかなと思ってます。銀行株。別に僕、銀行株しか持ってないわけじゃないですかね。言うてもまあ、ポートフォリオの中での、ある、割合が銀行株だけで、ほとんどはそれ以外ですからね。まあ、ちなみにですよ。うん、とは思ってます。あまりにも、その、話しやすいので、銀行株の話はね、なんとなく、うん、その上田総裁の発言と輪行してるので、かなりね。と、うん、いうことで、まあ、それをよく話しますけども、割合としてはめっちゃ大きいわけじゃないのでね、それだけはご了承、ご注意くださいということになります。で、あとはね、先物の動きを見ていこうと思うんですが、ニューヨークダウが
17ドル安ということで下がってまして、一方で日経平均はね、17時現在だと35円高という形で上がっています。まあ今日の下げ分をね、今のところ帳消しするような動きで上がってはいますが、まあこれもちょっと夜にならないと分かんないですね。まあ攻め合いがまあかなり拮抗しているので、逆を言えばね、まあ狭いレンジで、調整をする形になりますから、あっち行ったりこっち行ったりね、上下に動きながらですね、まあ日柄調整の、まあレンジの中でどっかにね、これは大きく、答えが出るんじゃないかなと思ってます。上にバーンって浮くのかね、下にバーンと沈むのかという形でね。ではまあちょっと様子を見てい、ったらいいんじゃないかなと思いますが、まあ3月末配当が近いのでね、まあそれを越してもね、配当を取りたいという人はまあいろいろ自分なりにですね、戦略を立てる、まあ時期が来てるかもしれないですね、と思っています。まあその辺についてはね、高配当株投資っていう、最強の高配当株投資って本で、語ってますからね、権利落ち日前後のですね、戦略のやり方についてはですね、僕の著書の方をね、見てもらうといいんじゃないかなとは思っています。ということで、ああ、そうですね、海外投資が今日話さないですけども、7週ぶりに売り越してはいます。少額ですけどね、まあそんなに大した額じゃないので、今日は割愛させていただきました。ということで、注目カード2銘柄ですね、こちらの方をご紹介していこうと思うんですが、まずはね、日本電子であってますよね。日本電枝だったらやばいですよね。間違ってたらちょっとコメントを教えてください。今期計上ね、27% 上方修正とかね、配当も24円増額してきましたね。まあ、増配がいろんな給与が続いてますよ。やっぱりそういったところを見てもね、海外投資から見たらかなり魅力的に映ってるんじゃないかなと思いますけどね。あとね、確か、昨日ね、銀行株に対して、海外投資家はおそらくバスケット及びね、職種を伸ばしてきてるんじゃないかって話をしたら、今日、青空銀行ね、昨日の時点では分からなかったですからね。昨日そういった話をしたら、今日海外のね、ファンドが買ってましたねと、冒頭で話した通りですね。ああ、だからそう当たったなという形で、まだ他のね、海外ファンドもバスケット買いしてるような気がしますよ、でも。まあ、それが上昇につながるかどうか置いといてですよ。まあ、配当だけを狙ってる場合もありますからね。で、そんなね、日本電子も含めて、まあ今の、いろんな日本のね、銘柄が増配してますから、海外投資から見たらですね、かなり魅力的に映ってるんじゃないかなと思いますが、従来予想ね、48億円から61億円に上方修正とかね、前期も46億円なので、まあかなり良い決算だったとは言えるんじゃないかなと思ってます。前年比で見てもね、予測から見ても。で、まあこちら全て公示されてますからね。で、上場20周年杯もやるってことで、まあね、増配もいい材料になる可能性もありますね。で、こちらビルメンテナンスですね。事業としては特に空調自動制御システムということでね、素晴らしいかわかんないですけども、まあね、こういったことをやってると、オートメーションでね、トータルプロデュースするぜということで、ね、やってると。まあこの辺のね、ビルメンテナンスはね、やはり、そのストック型になりやすいですよね。一度ね、その導入して、あとはメンテナンスが必要なので、その後もですね、契約をして、毎月毎月お金が入ってくると。まあこの積み上がりも結構利益に貢献する可能性はありますよね。で、そういった意味ではね、利益が、売上利益ともにずっと毎年右肩上がりで上がっているという会社になっています。まあ、良い会社経営の、まあ、会社なんじゃないかなと思っています。まあ、その利益体質がね、しっかりしている。で、配当もね、それに合わせて、ね、当然、利益が出るので、増配をもう10年近く続けていると。まあ、ちょっと一旦凹みましたけどね、これコロナでしょう。続けてるっていう会社ですね。配当成功も、しっかりやっていこうっていう、まあ、気概を感じますね。配当利回りは 2.9 か。まあ、3% に達してないですけどもね。まあ、これは株のね、どの位置になるかも、株価はね、影響しますからね。で、まあ、でもこっちのね、株田さんで見ると 3.3 か。バフェット太郎さんで見ると 2.9。まあ、この辺の違いはちょっとね、わからないですけども、まあ、株田さんは僕はね、結構、まあ、一つの指針にしてますので、株田さんでいきましょう。3.3% なので、まあ、そこそこ高配当と言ってもいいんじゃないですか。で、このあたりでね、200日で、一度サポートされて、で、そこからですね、上昇トレンドを形成しているという形になっています。まあ、ちょっとね、200日、75日と、から見るとですね、乖離されてますので、まあ、ちょっと引いてね、週足付け合わせを見た方がいいんじゃないかなと思っています。まあ、一応、まあ、上昇トレンドを継続するようには見えますので、ただこれは、週足で見たらということになりますかね、1年チャートでね、ちょっと引きで見ておく必要があるかなとは思っています。ただ材料としては、面白いと思いますので、皆さんの方でも合わせてみてくださいと。で、続いて2つ目の銘柄
合計すると青空銀行を含めて3つ目の銘柄ですね、明海グループということで今期経常 2.5 倍上方修正ってね、未定だった配当5円実施、これ増配ではないですね、まあ未定だったからやりますよってことですね。で従来を予測を23億円から57億円ただ前期は64億円なので予測で 2.5 倍ということになりますね、まあ、前期から比べるとまあ、まだまだ、まあ、そんなにすごいとは言えないですけども、まあ、一応 2.5 倍なので、もしかしたら、ね、明日以降材料される可能性もありますので一応あと皆さんの方でいろいろ調べてみてください。こちらすべてホームページに公示されてますのでね、誰でも見れます。でこちら海運系ですね、バルチックとか、バラ積み船とかをやっていると、バルチックと言いますかね、海運指数に連動するような、まあ、バラ積み船をまあやっているということになりますね、事業としてはね。で株価の方は、75日に接近して今ちょっとね横横で、ちょっと動いてますね、地ならしをしているように見えますので、まあ、この材料今日 7% 上がってるからちょっと材料がバチューに出たのかな、まあかもしれないですけども、まあ、ここから先ですね、再び上昇トレンドをこれで反発してしていくと、この決算内容によってですね思う投資家はですね、まあ、ご自身でいろいろチャートの動きとか調べてみても面白いんじゃないかなと思ってます。まあ、株価的にはね底値を75日のサポート内に対してしていたように見えますので、まあ、面白いかなとは思いますので、一応ご紹介しましたということで、まあ、今ちょっと日経平均どっちつかずですけども、まあ、引き続きですね大型株からですね、とかこれまで上がってきた半導体一色からですね割安高配当バリューこの辺りですね、まあ、循環する動きが続いていますのでね、まあ、グロースも上がってますよ、マザーズ株も含めてね、上がるものはということになりますけども、まあ、だから面白い相場になってくるとは来ているとは思いますので、まあ、これから3月末配当ですね、皆さんがどういう戦略を立てるか、ぜひコメントでね、皆さんの戦略などありましたら教えてもらいたいですし、3月末配当がまた今度4月5月相場になりますから、ちょっとね、5月とか下がりやすいアノマリ、法則性がありますので、だから3月から5月にというですね、まあ、この2つのシナリオをね、3月の相場どう動くの、動くからこういうふうに自分は対処しよう、それで5月は下がるんだったらこういうふうに対処しようみたいな形で、2つのシナリオをね、同時に持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。これを並列オプションと言いますね、戦略オプションを2つ持っておいて、どうなってもいいように、自分の常に、戦略を立てておく、こういったことをするとね、まあ、負けにくい強い投資家、これ会社経営もそうですけどね、企業とかね、皆さんのビジネスにとってもそうですよ。オプションを並列で持っておくということが絶対に不可欠なのでね、 A プランの次はプラン B、プラン C、プラン D ですよ。まあ、これもこのチャンネルではねもう繰り返していてるので、もう皆さんかなり身についてるんじゃないかなと思いますので、まあね、ぜひ、そういったこともね実行して、強い投資家になってくださいということで、今日は以上になります。高速で